はい、どうも皆さんこんにちは、野永井です。今回は、まあ、なんつったっけ、護送バスリベンジということで、だいぶ昔ですね、トレバーで護送バス盗もうつって盗みに行って結局まあダメでしたみたいな、まあちょっとした、いろいろありまして、まあダメになっちゃったっていうお話があったので、それのリベンジっていうわけでやっていきたいと思います。まあね、同じ鉄は二度踏まないってね、私何度も言ってますけど、何度も同じ鉄踏んでますけどね。まあ今回こそね、護送バス盗めるでしょう。ね、前回あんな惜しいとこまで行ったんだからね、盗めない理由が見当たらないということでね、今回はカーゴボブでスマートに盗み出せるかな。まあ、私がスマートっていうときは大概失敗しますよね。あ、違う、これあれだ、トレバーじゃない、タキシード仮面だから、フランクリンの特殊能力はやっぱ当然ながら使えないですよね。やっぱフランクリンの特殊能力が一番使えると思うんだけど、あれ面白いよね。よいしょ。フランクリンのあれ特殊能力めっちゃ使いやすい、あれ、使いやすいっす。以上、ちょっと邪魔、よいしょ。じゃあ行きますかね。ほい。音うるせえなこれ。そういえばね、新しく追加されたヘリコプターでスイフトってありましたよね。のスイフトってのはね、下の車輪を収納できるんですね。この前初めて収入はした。収納できましたね、あれすごいの。でどの辺にあったんだっけ、確かここ入って、あ、運動場だ、囚人がいる、あ、ここだ、この辺に確かあったよね。あら、スポーンしないんだけど。あら、スポーンしないんだけど。ちょっと待て。そこにあるはず。一旦ちょっとコード下ろそう。コード下ろして。まずいって。あ、出た。オッケー。出た。よし。未だにカーゴボブは苦手。引っかからないよ。あー、ダメだこれは。ダメだこら。ちゅうわけで、まあこの前と同じように、じゃあ出しましょうか、これで。はあ、じゃないよ、君のタフガイどうでもいいからね。よし、オッケー。で確かそっから出れましたよね。オッケー。なんかこの前よりも状況がまずいと思うんだけど。でこっち行っちゃダメなの、中からしか出れないから、あの外堀の方行っちゃいけませんっていうのが前回の教訓で、速やかに線路に逃げる。で線路に逃げ込んでトンネルに入り込みまして、でなんだっけ、撒いたら今度道路に出てからキャラチェンしないと多分変なとこ連れてかれますから。よし、オッケー。そこが出口。出口は確か、何あいつ気持ち悪。勝手に爆発したんだけど。あいつ気持ち悪。何こいつ。
で玄関は開けてくれるっていうのもね、調査済み。 OK。 ただ撃たれすぎだな、これ死ぬんじゃないの、もうそろそろ。よし、回復回復。オッケー、速やかに線路に逃げ込む。これバーストしてない？あ、バーストしてる、やばい。そうだよね、全然進まないと思ったんだよ、バーストしてるよ。うわー最悪で、もうすぐで線路、もうそろそろ線路、もうそろそろ線路だから持ってくれ、頼む、線路にまで行きたい、線路まで行きたい、頼む持ってくれ。うわー全然進まねえ、やばい、バーストバースト、やめてほしいな、こういうの、こういう盛り上がりはいらない純粋に欲しいの。オッケー、線路まで来た、線路まで来たらほぼこっちのもんですから、あいつらは勝手に自爆してってくれますからって言いながらも来てるし、やばいやばいやばい、落ちた落ちた、あーっと、ジャフジャフジャフを呼べってジャフを呼べ、やばい、撃たれる撃たれる撃たれる、死ぬ死ぬ死ぬ、やめてくれ、死ぬから、死死ぬからやめてくれ、頼むうわ、あいつらなんか手強くなってねえか、なんか運転上手くなってんだけど、警察、あのファッキンアップデートですかこれってやばい、動かなくなっちゃったもん、ちょっとどいてよマジで、頼むから頼むからどいてくれないか、登れるかなここ、OK、OK、OK、突破、OK、突破突破突破、突破印刷です、何が、ね、あとは構わずトンネルを目指す、うん、トンネルを目指すですね、目指すですけど、ステアリングが全然効かないんですよこれ、前二輪がやられちゃってるねこれ、前二輪やられてるからステアリングが全然効かない、でもって後ろに渋助が来た、渋助が来ちゃったんだけど、渋助ってなんだよ渋助って、おお落ちた、あいつら落ちたよ、バカじゃないの、なんか悲鳴が、うん、川に落ちたね、ごめんなさい、はい、あとはヘリコだけだからトンネルに逃げ込めるかな、ええ、刺したらば、うん、こっちのもんだと思います、ええ、電車が来てもあのすれ違えることは検証済みですから、ええ、ただステアリングが本当に効かないんですよこれ、やばいな、いけるかな、本当にステアリングが効かない、レールに乗っかってる状態です今、後輪駆動で助かったって感じですかね、うーん、やばいやばい、落ちるな落ちるな、オッケーオッケーオッケー、ほんと後輪駆動に助けられましたね、これが前輪駆動だったらもうどうしようもない、オッケー、え、来てる、オッケー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 、あら、これ来てないよね、大丈夫だよね、オッケー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 、あー、とりあえず、とりあえずここまで来ればひとまず安心ですよね。じゃあ、本当に前に輪なくなっちゃってるよ。でね、後輪駆動だもんね。よかったよかった。前、前はヘリコだね。大丈夫大丈夫。星4つになってるもんな。さっきぶっ放しちゃったからな。そうですね。でも本当にね、これ欲しかったんですよ、これ。なんとなくネットでも見てようかな。暇だし。あ、イプシロンプログラムじゃん。これね、開くとほら。ほら。この、ね、拒否られちゃうんですよ。あんたには必要ないよ、みたいな感じで。おう。という小ネタですね、これ。もうどこ行ってもこうなんだ。Poor confused soulsI'm beyond saving. っていうお話です。お、逃げ切れてましたね。
じゃあ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 道路に戻ってキャラチェン。これで多分手に入るはず。これで手に入んなかったらもうタキシード仮面も嫌いになっちゃう。そっから下道に降りれるから、これらら下が回んなくなっちゃった。そっから下道に降りれるかなって。どっこいしょ。あ、どっこいしょれなかったな。どっこいしゅー、どっこいしょっと、ドン。で、大通りに出たい。大通りヘップバーンに出たいな。なんだ大通りヘップバーンで。よいしょ。ほんと曲がれね。サイド引いてようやく曲がれるぐらい。舗装路に出た方がいいかな。そういうの関係ないかな。関係ナイトスクープですか。ダジャレ炸裂ですね。この辺で、いやもうちょっと、もうちょっと出た方がいいかな。だってきっとこれ修理はしてくれないでしょ。この車は修理できないみたいになって、じゃあここで一か八かキャラチェンで復活できるか、できることを願ってキャラチェン頼む。フランクリン、そして、タキシード仮面。ほんとね、夢なんだよこれも。いろいろある夢の中の一つですからね。これ夢は無数にあってもいいですからね。あ、渋滞してる。ここにふといるんじゃないの。おお、何これ。あ、あれか。あ、いた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 。ちょっと待て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 、あいつ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 、待て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 、こらまたこらまたこら、ちょっとふ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 とよこせ、ふとよこせ、お前ふとよこせ、待てこの野郎。ちょオッケー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 、取った取った。黒のふと、この渋滞イベントに黒のふとと黒のなんだっけ、あいつがいます。サルタン、スルタン、よくわかんないけどそいつがいます。はい、ということでいるかな。いねえのかよお前、いねえのかよ、ふざけんなよお前。お、何やってんだよ、お前。便座の蓋みたいな髪型しやがってよこの野郎。もうやっぱダメなのお前、お前やっぱダメな子なの。みんなこっち見てるよお前、お前そんな格好してるからみんなこっち見てんだけど、お前何見てんだこの野郎って。もうお前は本当に嫌なっちゃうわもうね。ちゅうわけで、今回はこれで終了したいと思います。うーん、もうね、やっぱキャラチェンは現金ですねあれは。セーブした方が良かったかな。はい、というわけで本日はこれで終了したいと思います。ではでは、次回もまたサンアンドリアスで会いましょう。